皆さん、こんばんは。大悟オンセカンドです。ちょっと今回はね、その自宅で、動画を撮ったんですけど、今回はその手洗いをするのが面倒くさいものというふうに、想定をあらかじめした上でね、電話口から語りかけるように撮った動画の上からアフレコを付け加えようっていうふうに思ったんですが、これで手洗いの手間を省けるっていう感じにきっとなると思いますので、簡単に動画を作れるという意味において意味があるかなというふうに思っております。どうしてもスマートフォンに語りかけるようなそういうアフレコの入れ方だと、スマートフォン使った後に手を洗ったりとかね、あとスマートフォンを乾燥させる時間というものを作ったりしなきゃいけなかったりするんで、こういう形で今やってるように、その電話口から片手かけるようにアフレコを入れることによって、普段の短い動画もその、もっとこう簡略化できるってことにおいて意味があるというふうに捉えて、今回動画を作ったんですけれども、今回ルームツアーのように自分の家を回ってね、カメラを回して撮ったんですが、いずれこういうのも思い出となって残るんでしょう。その残った動画っていうものを、今後はね、お子さん向けのカテゴリーとして動画を投稿しようかなとかいうふうにも思ってますし、あとはなんていうかな、サムネイルを作るために一回 YouTube スタジオっていうアプリをね、別にこうインストールして、そこの中で、動画編集をしてサムネイルを別途くっつけてからですね、再投稿するなんていうことも最近考えています。今までの動画にあえてサムネイルを付け加えてもう一回こう作り直すなんていうことも考えていますし、なんて言うんでしょうかね、今まで結構殺風景な感じのね、表タイトルだったと思うんでね、もうちょっと見出しをこうパッと明るいものにして皆さんの注目を引くようにすることによってですね、そのもっと今までの動画にも価値がこうつくんじゃないかってことで考えています。そういうのを友達なんかとも共有し合いながらね、やっていくつもりです。ではね、短い動画になりましたが、この辺で動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では失礼いたします。バイ。